皆さん、ごきげんよう、えー、仏教の出家というものを、まあえー、モデルとして私たちの生き方も考えてみようというまい、あ、たなシリーズになってるんですけども、えー、あの前回あの実際の仏教の世界の中でのお、まあ、名前ですねどういう,う立場の人たちが出家在家、えー、仏教を形作っていたかというお話をいたしました。 それでそういう人たちの、まあえー、中へ、えー、入って何らかの形で、えー、仏教の信者になるんですけれども在家のままでいる人たちこれはまあ出家と言わないわけで、えー、信者さんですねそういう立場で、えーまあ、出家した人たちを支えるというそういう <laughs> 役回りになるわけです。でその一方 ビクビクニとかシャミシャミニそれからシキシャマナこういった5種類の人たちは皆これ出家なんですね。それでこの5種類の人たちも皆よろしいですか。えー、生まれた時は皆在家です、えー。仏教は本来的にお坊さんが結婚して子供を作るということはありえないので、えー、まあ日本は違いますけどね、えー、本来的にはありえないもんですから。<laughs> 生まれた時にお坊さんになってましたなんてそんな人は絶対いないわけでみんな普通の家に生まれて普通に育った人たちなんですね。でその人たちが、えー、志を立ててある時決心するわけです。私はこのまま普通の社会で一般の形で生きていくのではなくって、えー、その生活を変えてスタイルを全部変えて自分自身を 別の人生へと引っ張っ張ていいきたい自分で自分の生きる道を変えたいという決決心心ををすすすするるわわけけでででどこか若い時かもしれませんまだ10代の頃にそう考えるかもしれませんそうしたらお寺に入って、えー、若い見習いとして修行しますし4050になってからいろんな不幸に見舞われてそれで 出家したいとその時初めて志を立てる人だってたくさんおられたわけですだからいろんな世代の人たちがともかく在家の世界に生まれて普通に生きている状態から自分の決心で、えー、そのお寺の出家者になるとこれがもうすべて全員そのコースで行くわけなんですねよろしゅございますかですから、えー、それぞれの もうお坊さん一人一人に聞けばね全員が自分はどういう時にどんな形で出家したのかというその出家の志を語ることができるわけなんですね。よろしくお願いしますで、えー、そうすると人それぞれです人それぞれに出家の動機というのは違うわけなんですがしかし共通性がありますそれは何らかの形で自分を変えたいという願いを持った人たちなんですね。 で実際にまあそういう昔のお弟子さんたちの言葉や物語もたくさん残っております。そうするとやっぱり人それぞれ違うんですね状況がね。それでまあ大枠どういう形で出家した人が多いかということをちょっとまとめてみましたけれどもやはりその一番強い動機を持った人たちっていうのはこれは自分自身が、えー、大きな不幸最悪に見舞われて。 今まで通り普通の暮らしをしようと思っていた人たちが突然の不幸に見舞われてその生きる望みを失ってしまう絶望感ですねまあ一番そのきつい例は自分の可愛い子供が死んだというような場合ですねそういう人たちが今まで通りの生き方ではとても自分自身を支えることができないと。 いう思いに駆られてそして、えー、釈迦をそして釈迦の教えを頼って、えー、出家をするということがあのいろんなあの実例として残っております。それから生きがいの喪失ですねこれもまあ,あの福一番の上の,その不幸最悪とよく似てますけれども、えー、自分が これから生きていくであろう人生を考えた時にその中に自分が生きがいとすべきものが何も見つからないという場合ですね一番いい例はこれお釈迦様ですお釈迦様は王子として生まれて王様になる運命だったけれどもその王子王様というまあこの世で一番恵まれた状態が自分のこの生きる道に少しも 支えととななってくれないと病気をして年を取って死にゆく私をあー王様という身分は少しも支えてくれないじゃないかということに気がつくわけですねその気が付くことがいわゆる生きがいの喪失なんですその瞬間に今まで頼りになると思っていたものが実は虚なしい幻の支えであったということに気がついた時に。 えー、新しい生きがいを探さなければならなくなる当然ですわねでその時に釈迦自身はあの探しても見つからないので自分でそれを作ったわけですそれが自分で修行をして悟りを開くというあの修行の道になるわけですねで一方、えー、その道を今度はお釈迦様自身は、えー、同じように生きがいを喪失した人や不幸に見舞われて絶望感にとらわれている人たちの支えになるだろうと。 いうことで他の人たちにもとき広めて仏教を作りになったとこういうことになるわけですねだからお釈迦様と同じような喪失感を持った人たちは仏教へいらっしゃいとこういうふうにお釈迦様は誘うわけですねそれから。 社会通念との相互これはつまり自分が生きるこの道が一般の人たちが幸せだこれでいいんだと言っている道とどうしてもうまく合致しない大勢の人はみんなそれでいいじゃないかというような生き方がどうしても自分自身には納得できない。こういうい人はあの 本質的にそういう何て言うかな、えー、感受性ですねを持った方はおられますあるいはもともとは普通に生きてたんだけどもやっぱりいろんな事件や出来事やそういうものがあってそれ以降ですねそれ以降、えー、一般の通念とはどうしても合わない自分を意識してしまうということはありますね。でそういうい人たちがやはり 社会通念で生きな,い生きなくても良いと社会の通念で生きなくても良いという社会を求めてその時にあ仏教という独自の価値観の世界があるなということでここに入ってくるということもありうるわけです。それからより良い状況への期待これはね今の自分がどうしても苦しい状態にあるので、まあ、この絶望感とかこういうのもありますけれども。 えー、その救ってもらうというよりも今よりももっと何か良いことがあるんじゃないだろうかとここら辺来るとちょっとこう気楽な感じがしますけどね、えー、苦しみからの脱出というよりもより良い,い何か自分の在り方というものを求めて入ると当然そういうこ人もたくさんいるわけでちっとも構わないわけなんですね。でよろしいですかこの4つは割とこう。 いい感じなんです。いい感じっていうのはこういう動機で出家した人っていうのはみんなが見ても「あそりゃそうですよね当然でしょう」えー「ちゃんと志の高い出家ですね」とこうなるんですけどもそうででない出家も結構あるんですね。これも仏教の中に記録として残ってますけれどもえっとですね まあ生活苦の解消つまりあのご飯食べられないので出家しますっていう人も結構いるんですねあの出家すればある程度の食事はねまぁ、あ、無茶苦茶ですけどあのみんなが残り物を鉢の中入れてくれる場所だからもうあのとんでもないあの食事を食べなくちゃいけないこともありますがそれでも何も食べないよりはつまり 何としてでも生きていけるということを考えて生活のために出家しようかというまあ志は低いしけしからんといえばけしからんのですけれどもね、えーあのえー、食べるために出家するという人結構いたようです。であのお釈迦様はねそういう人はもう良くないけれども拒否はするなと。あの 暮らしのために生きるために出家したいっていう人がいたとしてもそれを理由にしてその人を拒否するんだということですそういう人たちも入れますみんな入れますそれから名誉欲や自己顕示欲のために出家する人たちもいるわけなんですこれはあの世俗で暮らしていれば非常に目立たない普通の人なんですがその人が一旦出家してまあ修行者という姿になりますと 生活は確かに贅沢はできないし非常に地味な質素な生活ですけども何よりもあのこの出家することによって得られる最初の利点は何かというと周りの人たちが尊敬してくれるんですね。我々にはできないことをした人だと。出家なんてのは普通じゃできないんだ大変な覚悟とそれから生活のいろんな制限を受けるそのあれですねそれに耐えている。 だから我々にはできないことをやってるっていうんでみんな手を合わしたりするわけです。で実はそれが好きで入る人だっていたわけですね。そういうものを目指してねあのうだつの上がらない属性よりはみんなから手を合わせてもらう出家の方がいいだろうというようなこれも言ってみればけしからんといえばけしからんですわね。それからもう一つは流行への便所。 ここれはこの時代ねお釈迦様の時代というのはある程度出家というものがかっこいいものであると。えー、出家をして例えば森の中で修行するというのは、えー、やっぱり、ね、なかなか普通にできないようなことをするのでかっこいいということで、えー、場合によってはあの隣のうちの人が出家したから僕もしようとかねそういう程度で。 人人に流されて出家する人だっていたわけなんですねあのお釈迦様のね、えー、義理の兄弟ですかの何だとい,いとこだったかなんださんはね、えー、あの結婚して綺麗な奥さんいたんだけどもみんなが出家しようって言うんでドヤドヤっとお釈迦様のところで出家したらじゃあ僕もしようっつってあの、まあ、流れで出家してね後で後悔 して,、ね、て、あの奥さんを置いてきてしまったなあ。なんて後で後悔したって話ある。もちろん、その後真面目になりましたけども、そういう話もあるくらいだから、あの深く考えずに出家しちゃうっていう人も結構いたと思いますね。ですから、お釈迦様のもとにいろんな動機で。 い,いのから悪いのから、玉石根行で人は集まってきていたわけなんですね。で、何度も言いますが出家から出家をやめて、現続するのは全く自由ですから、いやならやめればいいんです。だから出家してみるということも十分あり得るわけで、試しにね、お試し出家で。で、また元に戻っちゃったら全然構わないわけですから、こういうことはいくらでもあったわけなんですね。だから私たちがこう普通になんていうかなイメージしている、 出家した人はもうその時点で立派な人であるとか人格的に優れた人が出家するとかそんな話では全然ないということも知っておいてください。出家する時点でその人人が立派ななであるととは限らないというこ,とでありますでこれは一般則としてあの仏教以外の宗教以外のいろんな出家世界だってみんな同じでいろんな人がいろんな動機でやってみようと思って入ってくるわけだから。 そのの世界の中に立派な人がいっぱいいっぱるわけじゃありません、えー。例えば政治家の世界はもう厳然たる出家世界ですけどもじゃあ政治家になろうと志を立てて政治家になって入ってきた人がみんな良い志で来てるかっていうとそうではないんで中にはいろんな汚れた心で入ってきた人だっているわけなんですね。で、えー、お釈迦様はそういう人みんな引き受けて良いとおっしゃいました。なぜななぜららば嫌めるだろうし、そしそて、 もし続けていればその何ていうか立派でない志の人が次第にその修行生活をする中で本当の出家の何、あのー、ていうかな立場というものを見つけていくかもしれないつまり良くなっていく可能性があるんだから入った時が全て良くないといけないというようなそんな原則はないんだと中で良くなっていくことが大事なんだとこう考えられましたから。 入り口のところはすすごく広く広開けてあるんですねでこういうわけで、えー、出家の基本というものですねは、えー、今の自分ではない別の自分へと変わりたいという変革欲求これを持っているということがこれが出家の動機というものの最も広い概念なんですね。例えば小さな子供がね「あの科学者になりたいです」と「宇宙を知りたい」 とかね、いう科学これもある意味この出家の志志なんでですね出家の志でこの場合子供として普通に育っていったら普通の大人になるでしょうというイメージがあってでその小さな子供はねそうじゃなくて普通の大人になるんじゃなくてすごい大人になりたいんだと宇宙の謎が解けるような大人になりたいってこう願ってるわけで。 これもねある意味この出家のの変革欲求の一つなんですね。でそういう子が、まあ、もしも順調に成長して順調に科学者になったとしたらもう最初に立てた子供の時の出家のお望みをね大人になってそのまま実現していったという、まあ、とても素晴らしい話になっていくわけですね。で仏教の場合にはねあんまり小さい時にあの出家するって志立てる子はまずいないです。 老病死の苦しみからどうやって逃れるかなんていうねあの幼稚園児はいないわけですから仏教の場合にはある程度人生経験を積んでそして仏教の教えの意味が分かるようになって初めて、えー、本当の意味での出家ができるわけなんですね。ですからお釈迦様は「びくびくには二十歳以上でなければなれないんだ」というふうにお決めになりました。これも素晴らしい知恵です 二十歳を超えて初めて人は自分をその生きる苦しみからだあの自分を救いたいという願いを持つようになるんだとそれはある程度の人生を経たあとでなければそんな思いは持てないんだということはよく分かっておられたのでもう上の方の制限をしたわけですね二十歳を超えなければ正式な僧侶にはなれないというふうにお決めになったということです。 はい、今日はそういうわけで、まあ、一番最初の段階出家を志すという時にどういう状況でそしてど,んなどういう人たちが出家世界に受け入れられていったのかというお話をいたしました。ままた続きは次回申し上げますじゃあこれでご,協力しますごきん